エルンスト・ハインケルは、ドイツの航空機の設計者であり、製造者である。ドイツの航空機産業に、多大な貢献をした。彼は、グルンバッハに生まれた。彼は1909年、フランクフルトの航空ショーで、セッペリンの飛行船を見て航空機に興味を抱くようになった。後に、アンリ・ファルマンの設計図に基づく飛行機を製作した。アルバトロスビー・ツーマもなく、 彼は航空株式会社に勤務するようになった。アルバトロスに行き、ハインケルはアルバトロス B2 を設計した。第一次世界大戦の初期に活躍した。アルバトロスでの仕事を離れてから彼はハンザブランデンブルク向けに複数の飛行艇を設計した。1922年、ハインケルはバーネ・ミュンベにハインケル航空機会社を設立した。 ベルサイユ条約により航空機の製造を禁止されていたので、ハインケルは飛行艇の設計図を持ってスウェーデンに渡った。そして日本海軍向けに HD-25 水蒸気を製造した。ドイツに戻った。彼は客船ブレーメンに搭載する同様の射出式の郵便配達用の水蒸気を製作した。HD-25 水蒸気ヒトラーが力を 持つようになると、国家社会主義ドイツ労働者等による膨大な軍拡を見越し、それ以前から支援を行っていたナチスに入党し、その政治的コンタクトを武器に、会社は空軍の拡張のために第二次世界大戦終了まで急拡大し、関係性を強めた。この時期に HE59,HE115,HE111 が生産された。 また1938年には、ノーベル賞に対抗して、ナチスドイツが制定したドイツ芸術科学国家賞を、ニュルンベルクのナチス党党大会にて授与された。世界初飛行した有人ロケット機 HE176 の、イラストレーダーを標準装備する高速夜間戦闘機 HE219。ありがとうございます。